私の名前は長谷川智樹、見ての通りアイドルオタだ。48年間彼女はいない。思い返せば私の人生何も楽しいことなんてなかった。母子家庭で育ち、高校卒業と同時に食品会社に就職、平凡で単調な日々を送る中、昨年母が他界。気づけば48歳。これから私はどう生きたらいいんだ。今さら夢も希望もない。生きがいを感じず、ただ時が過ぎるのを待っていた。そんな中、私の人生に転機が訪れる。秋葉原を歩いている時に、新アイドルユニットハーツ。私は吸い込まれるように薄汚い雑居ビルの地下へ足を運んだ。こんなところでチラシの子たちが歌ってるんだ。そこで出会ってしまったんだ。はい、ハートがいっぱい、ハーツの元気印、ゆぽぽです。ゆぽぽにあどけなさが残るルックス、全力で踊って歌う姿、地下アイドルならではの手の届きそうな距離感、私は一瞬で彼女の虜になった。その日を境に私は見つけた生きがい。ハーツと共に人生を歩むことを決めた。地下アイドルのチケットはだいたい1000円から2000円、500円イベントなんかもある。意外と良心的な価格だな。これなら全ライブに来れるな。中にはドリンクや軽食類も置いてある時もある。アイドルファンには独自の言葉もある。あれ、おまいつですね。おまいつ。どの公演にも参加する常連ファンのことだ。お前いつもいるなの略である。おまいつになると次第にファン同士の交流も増える。トモさん、もっと前来てください。そして最前列で声出しを担当するようになった。ハートの集まり、ハーツの元気印、ゆぽぽです。今日もみんなをメロメロにしちゃうぞ。ゆぽぽ。ライブ後のチェキ撮影が地下アイドルでは大定番。ファンがアイドルとコンタクトできる瞬間だ。1枚1000円が相場。ともくん、いつもありがとう。歌ってる時一番目が合っちゃう。そうなの。地下アイドルはファンも少ないため、すぐに顔と名前を覚えてくれる。私ね、次の曲でセンターに立ちたいの。ともくん、これからも応援してね。わかった、僕が必ず一番にするからね。チェキの撮影枚数を基準に運営は彼女に人気を測る。やっぱ応援したい。ならばチェキ5枚取らせて。わあ、ありがとう。5000円です。撮影している時間はお話ができる。そしてたくさん取ってあげればゆぽぽが人気になれる。そして人気1位になったメンバーは次の曲の時センターに立つことができる。ともくん、私次の曲でセンターになれたよ。任せて、ずっとセンターでいられるように頑張るね。彼女を推したいファンがお金をたくさん払うからくりになってる。でもゆぽぽが喜んでくれればいいんだ。ライブが終わると近所の公園で振り付けの練習と掛け声を覚えるのが日課となっていた。あー、よっしゃー、行くぞー。タイガー、ファイヤー、サイバー。ゆぽぽの夢は私の夢。私は遅すぎる青春を味わっていた。20枚ですね。2万円になります。ともくん、いつもありがとう。いいんだよ、頑張ってね。発給な私の給料は手取り15万円。お金が足りない。私はゆぽぽのために深夜バイトも始めた。アイドルオタクは掛け持ちする人も多い。ゆぽぽのため、ゆぽぽの笑顔が見たい。いつしか私はアイドル依存症になっていた。家族や友人との関係が窮屈な中高年に依存症は多い。今月お金が足りない。一度だけならと消費者金融でお金を借りる。2万円、すぐに返すから大丈夫だ。私が支えないとセンターでなくなってしまう。こうした子さんファンの支えもあり、ハーツはじわじわと人気アイドルグループに。ゆぽぽー、みんな大好き。気がつくと私の金銭感覚は狂っていた。ともくん、次の曲もセンターになりたいの。そうだよな。またお金が足りない。そして私の借金は雪だるま式に膨らみ、いつの間にか300万円にまで。そんなある日、私は見てしまった。え、ゆぽぽ。若いチャラチャラした男と楽しそうに歩くゆぽぽ。またあそこのホテル行こっか。もうさっきしたじゃん。おい、恋愛禁止じゃなかったのか。私が一体どれだけ金を使ってきたと思っているんだ。お前のために多額の借金までした。今までずっと私を騙してきたというのか。あのクソ女、絶対に許すことはできない。そして次のライブの終わり、気がついたら私は彼女の出待ちをしていた。なんで私を裏切った。あの女だ。私の愛を踏みにじり、人生をめちゃくちゃにしやがった。お前に使った金いくらだと思ってんだ。お前みたいなペテン女。お疲れ様。行け。
きる資格はねえだろ。許せねえんだよお前。お疲れ様。キャー、本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。他の動画もぜひ。